身寄りのないおばが亡くなり、唯一の親族である私の実家で葬式を出した後に、おばの遺品を整理していたら、古い日本人形を見つけた。古い割には手入れをしていたらしく、痛みが見えない。片身分けでもないが、私がその人形をもらうことになった。だが、婿養子の彼が気味が悪いと言い出し、しぶしぶ離れにある土蔵を土の蔵に収納して四十九日が過ぎた頃、深夜になると壁に何かをぶつけてる音が聞こえてくる。さすがに三日三晩続いたのに業を煮やし、彼と音のする方に行ってみた。やはり土蔵の中からでかすかに動揺も聞こえるではないか。京都では有名な丸竹恵比寿といって子供が覚えやすい歌詞である。懐かしいと思いながらぶつかる音は手まりだと判明したが、鍵を開ける勇気もなく、翌朝に神社の方に相談し引き取ってもらうことにした。住職曰く、おばが生前より寂しい時に話しかけたり遊んでいた思いの入った人形であり、念が強いのでごまきで箱を作り、その中に納め、封じ、お焚き上げをすると、当日他の人形とともに焼かれる最中に怪異が起きた。箱が動く、正確には暴れているとの表現が正しいだろうか。ブトブトッギギガリガリガリ、そして弱々しい歌声で、丸竹恵比寿を。なんだか悲しくなって自然と泣いている私が、お人形さんをおばさんへ送りますとポツリと発したら、その振動は収まり、わらべ歌も聞こえなくなっていた。